流れとしては、まあ、基本的には2つ大きく1つ目としては、まあ、今年を楽に安寧に過ごすこと目的で2つ目としては、まあ、それに今年だけじゃなくて長期的な、まあ、願望実現 を容易にするための方法をまあ話していくの で、うんうん、でじゃあ本番に入るとしてじゃあ流れとしてはじゃあいきなり、うん、基本的にこれからまあ世界をより加速世界の変化を加速していくんだけども、うん、で加速していく中で、まあ、スピ系ではこれからも相変わらず二極化する、うんうん、なんだか、うんまあ、ゲートが閉じちゃうとか絶対に言われるんだよ、うん、そうでなんだけどももうでそれによってでそれに伴って、まあ、スターシード系っていうのは、まあ、これ見てよ君たちだよね。でスターシードは基本的に不安だとか心配ってもともと強いんだけどもうそれ意識が低いだとか波動が低いとかそういう話じゃなくて脳の構造上そうなっちゃってるからそれしょうがないんだけども、うん、でその情報に惑わされてしまうと、うん、で惑わされてしまうんだけどもでも僕が普段から言ってるように二極化って実は全く存在しないのね。まあ、よくほらなんか格差、まあ後で話すんだけども格差が広がるだとかあるいはどんどん二極化していくっていうけども、うんうん、あるいはそう大間違いなんだよ。実は格差も存在しないし二極化も存在しない あるんだけども、うん、否定的な意味 で格差とか二極化っていうのもまずありえないんだよ。うんでちょっとそれに伴って大枠として話していくんだけどもこれから世界がより変わっていく中 でスピ系の関係ではこれ僕の一つの予言でもあるんだけども資本主義崩壊情報がこれからどんどん出てくるんだよ。いよいよ資本主義が崩壊するとかで特にちょっとこれ、まあはい、2022年の予測あそうだちょっと話しておくんだけども今日ちょっと写名の 写真の用意しておいてあとでね2022年の予測について、まあ、200項目ぐらい上げてるんでだからそれ僕が読んでるともう時間なくなっちゃうからパワポを出すからそれ写真撮ってで次出してパワーポ写真撮ってその繰り返しするであともう一つとしてはその引き寄せ引き寄せなくて何だっけ選ぶか選ぶまあ要は願望実現のために必要 な情報あるいはアイテムを今日もうただで公開するただじゃないかそうではないです4000だっけ4000ですあ普段2万円以上で 2万円以上で売っているアイテムをもう、うんただじゃなくて4000円だけです。で4000円で公開するから、でそれちょっと、うん、頭で覚えるんじゃなくて写真撮った方が後で使いやすいから、それちょっと用意しといて。資本主義が崩壊してほしいっていう、要は願望を持っている人たちがこれから資本主義崩壊が始まるなとか言うんだよ。で、そしてやっぱりそれに対して惑わされちゃって、で、怯えちゃうスターシード出てくるんだけども、うん、基本的には資本主義崩壊っていうのは絶対に存在しないのね。まあまあ理由としては本当はねこれらを詳細に話すともう50時間コースになっちゃうからだから今日は話せないんだけどざっくりとしては4つあってまず1つ目としてはまず資本主義が崩壊しない理由としては資本主義って基本的に世界を良くする決め手なのね。よくほらスピ系だとかあるいはまあ陰謀論系ではまあまあね僕よく陰謀論の悪口言ってまあ陰謀論者から叩かれてるんだけどさそうそうそうでもでまあそれは煽るの大好きなんだけどさそう敵を作らないとイライラするって、はい、むしろ敵作って叩き潰すのが好きっていうだからほらなんか、ね、スターシード系、まあ、俺がスターシードかどうか知らないけどさほらスターシード系でもさなんかアルクトゥールさとかそうだし進化云々なんていうけどさ、うん、僕まあなんか2世代ぐらい前のさまあなんか宇宙人系の魂だから、まあ、インディゴ系なんでねでインディゴ系って基本的に戦うことが好きっていう、で戦わないとイライラするまあまあそれどうでもいいんですけどもで話戻ってで基本的には資本主義が世界を悪化させている、うん、あるいは資本主義が世の中の崩壊を導いていくあるいは資本主義が環境破壊を起こしている、うん、基本資本主義が人々を貧しくさせてるっていうのはあれ大嘘なんだよ、うん、基本的に資本主義ほど世界を良くしたもちろん今も世界は山ほど問題はあるんだけども、うん、基本的に資本主義ほど世界を良くしているものはないんだよ、うんまあ、じゃあざっくりのデータとして言うと、まあ